クリマ大橋地図クリマ大橋は沖縄県宮古島市南西部に位置し、宮古島とクリマ島とを結ぶ全長1690メートルの橋。1995年3月13日に開通した。現在は宮古島市道クリマ大橋線の一部となっているが、もともとは農道として整備された橋で農道橋として日本最長であった。また、2005年に フルーリ大橋に抜かれるまでは、1992年2月開通の池間大橋を抜いて、沖縄県内最長の橋であった。現在では、宮古諸島では、イラブ大橋に次ぐ2番目の長さとなっている。宮古島側の宮古島市、下地屋座、与那ナと栗リ島側の宮古島市、下地屋座ザク島を結ぶ橋で、1988年7月に着工し、 1995年3月に開通。構造は、航路部が3景間連続箱げ橋、一般部が3景間連結 T 桁橋及び中空小板橋からなっている。全長1690メートルで50トン級の船舶が航行できるように、中央部が盛り上がった形状をしており、中央部の海面から桁下までの高さは13.5メートルとされている。 車道の下には、宮古島の地下ダムから灌漑用水や電気を送るパイプラインが付設され、クリマ島の農業を支えている。橋からは、エメラルドグリーンの海や、宮古島側に広がる与那浜マ浜の白車のビーチを見渡すことができる。また、この橋は、全日本トライアスロン、宮古島大会のバイクコースの一部となっている。ありがとうございます。